ナオジョテ、またはナブヨテとは、ゾロアスター教における入門式である。他宗教からの改宗を認める人々にとっては改宗、入信の儀式でもあるが、認めない人々にとってはあくまで、ゾロアスター教徒として生まれた人物の通過儀礼である。19世紀から続く神官の一族ジャーマースプ・アーサー家の第6代当主カイホスロー氏によるパールシー入信のナオジョテの儀式ゾロアスター教への入信の儀式がナオジョテである。入信者が純血と神聖の象徴であるクスティと呼ばれる白い紐とスドラという白い肌着を授けられる儀式でバラモン教にも対応するものがあるが、バラモン教の場合は男子しか受けられないのに対し、ナオジョテは女子も対象とする。ゾロアスター教徒の指定にこの儀式がなされるのは7歳から11歳ないし12歳頃までであるが、儀式の意味を理解できない場合、15歳まで延期できる。ただし15歳になってもナオジョテを受けない場合、罪とされる。儀式では、クスティとスドラを身につけ、教義と道徳等を守ることを請願する。なお、クスティとスドラはゾロアスター教徒たる証とされ、入浴時以外は死ぬまで身につけることが義務とされる。彩花、花束、好み、米などが用意される。沐浴を済ませた入門者が所定の席に着く。入門者のほか、司祭を含む5人の僧が儀礼に参加する。司祭は入門者の目の前に、残りの4人は四方を取り囲むように一取りする。5人の僧がアフナワルヤシを唱える。司祭の主導でパテーとパシエーマーニという祈りを行い、時にオフルマズドや首都を読み上げる。僧たちが祈りや聖典を読み上げている間、入門者もアフナワルヤを唱え続ける。それが終わると司祭は起立し、ついで立ち上がった入門者にスドラとクスティが手渡される。手渡された入門者は、司祭と共にディンノーカルモーという信仰を告白するプロセスを経る。信仰告白の締めで正義を称えるアシム語風呪いを3度唱え、最後に皆でアフナ、ワルヤを唱和しつつ、入門者にスドラを着させる。ナオジョテは、ザラスシュトラの教えに従い、アフラマズダーの信徒になることを宣言する儀式である。儀式には入門者と儀式を直接執り行う、聖職者たちだけでなく、親類縁者や知人友人も参加する。彼らは、ナオジョテを済ませた入門者を祝福する。パールシーにおいてはその規模は100人、時には500人以上となる。宗教的な意味だけでなく、コミュニティの一員として認められるという社会的な意味も持っている。ザラスシュトラも布教を行っていたように、ゾロアスター教ももともとは外部からの改宗を認めていた。ゾロアスター教が布教をやめたのはイラン帝国が起こり、メソポタミアやシリア、エジプトなど巨大な文明、文化、人口を持つ勢力を支配下に置き、間近に接するようになってイラン人がアイデンティティの危機を感じるようになってからだとされる。イラン系の家系か、イランの土地に生まれたか、ゾロアスター教とか、このどれかを満たすことで漠然とイラン人、ペルシャ人とみなされていたのが強力な異文化、異民族に触れることで揺るがされ、地、土地、言語、宗教、これらすべてを満たすことがイラン人、ペルシャ人の条件とされ、固定化され、他宗教からの改宗という形でゾロアスター教徒が増えることも表向きはなくなった。サーサーン朝がイスラム教勢力によって打ち倒されると、世界宗教としてのゾロアスター教の強制は大きく失われた。ササン朝滅亡以後の事情については不明な点が多いが、ナオジョテが発展、確立したのはササン朝の衰退期、混乱期と考えられている。現在伝わるナオジョテで重要な位置を占める信仰告白もササン朝以前には存在していなかった。ゾロアスター教信仰が危機にさらされる時代にあって、宗教と信仰を存続させるための努力としてナオジョテは整備され、完成した。他宗教者がナオジョテを受けることを許し、改宗を認めるかどうか。ゾロアスター教徒と他宗教者との結婚で生まれた子供の改宗を認めるかどうか。これは、現在のゾロアスター教とパールシー共同体を揺るがす大問題となっている。ゾロアスター教徒でない人によっても、ゾロアスター教は、現在、他宗教からの改宗を認めないと説明されることは多い。実際このスタンスを誇示するゾロアスター教とは数多いが、逆に改宗を認めるゾロアスター教ともおり、そのスタンスにより生まれた改宗ゾロアスター教とは200万人いるとされる。前者の保守派も後者の改革派も自身のスタンスをアベスターにのっとった正当なものとみなしている。ありがとうございます。